じゃあね、うん、エラー入って思ってね、ね、もう、うん、相手でも立ってねえね、変なの、うん、変なのですよ。あーとね、うん、ちょっと僕ね、はい、あの最近体にね、ちょっと気を使ってまして。自分、うん、なんていうかな、あれサプリメントいうやつ、まあ、あるな、あれちょっとあのガブ飲みしてんやけども、あガブガブいったないの。あ、ちびちびかんとあれ。体にええやつって書いてある。書いてあるよな。うん、あかん、あれ。塩辛みたいな食い方せんとあかん。あ、そうしやな。あかん。で、俺、ああいうね、ちょっとケミカルなものはどうかと思うよ。ケミカル、うん、うん。俺も実はね、ちょっと体に気ぃ使ってて。うん。あ、毎朝バナナ食ってんのよ。AV 女優か。反応しすぎやろ。なんで？バナナ。で、なんかちょっと発音おかしいよ、お前。何がいいの？バナナって。何がいいの？え？ここ大阪やからさ、だどこでもしたらな、うん、バナーナーやな、だから、うん、えバナーナーが正しいかな、はぁ、うん、バナーナーか、うん、あ、バ、え、ちょっと待ってな、バー、バーの音は合ってるから、こっからここをベースに進めていく、バー、ハバー、ハバー、ハブ、ハブから発信した方がちょっと綺麗やな、はぁ、ハブアー、ハブアーナーハ、ナーハーハなーから言っても結構大胆でええかもしれない。ま、な、な、ば、さ、な、ば、な、の、の、ほ、お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 、ネイティブになってきた。はぁ、ガル、バウラウナクス、バ、バナ、ハブ。ちょ、ま、以上、ま、ま、なんて言ってんの、バナナ一緒やないか、お前。何変わってんやけ、お前。何がバナナや。ま、回り回って。回り回って、バナナやん。思っちゃうんか、お前。え、俺それだけちゃうの。実はバナナだけ飲んでね、うん、前さね、パイナップルも食うてんの。 AV 女優か、どんな AV やん。どこで出てくんの。悪いやん。ちょっと発音方おかしいよ、お前。 AV や、いや、AV の発音やん。何がパイナップルってあんた何がいい、日本橋やから、どこでも一緒やん、お前。パイナポーやな、うん、はぁ、パイナ、パイナポーやな、うん、はぁ、パイナポーやな、うん、はぁ、バイ、バイナポー、バーナクルやな、えバイナ、バイナ、バイナ、バイによってはや、場合によっては、はぁ、ちょっと待てよ、一旦戻るぞ、バイナパ、バイン、パイナ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 、これちゃうぞ、はぁ、ちょっと待てよ、バイ、バイナポ、パイ、バイ、バイセクシャル、バイセクシャル、はぁ、バイセクシャルは近いぞ、はぁ、バイ、ファイン、バー、バックギャ、バックギャ、バックギャモン、バックギャモンや、はぁ、じゃこれルールわからんゲーム。イッツ、イッツや、ほら、ほら来た、イッツ、イッツ、イッツから行くの、イッツ、英語ってイッツから行ったらうまいこと行くんですね。はぁ、イッツ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 、あ？ちょっと待って。Love is good, nothing gonna change, nothing gonna, nothing が邪魔してる。Nothing gonna change my love for you. え？ Nothing gonna change my love for you. まね。わかった？なんて言ってんの？ Nothing gonna change my love for you って言ってる。全然ちゃうよ、お前。どうもありがとうございました。僕らちょっと金属バット。花ないね。花ないね。やっとまだね。すみません。あ、メリークリスマスね。どうも。言うとかんとね。いいね。はい。さ、うん。クックあるやん、クック。ありまんな、クック。あの、掛け算のやつ。あるね。うん。あれがちょっとさ、うん、俺、うる覚えでさ。え、うん、お前、いくつ ?30。終わってんな、お前、マジで。クックでけんの。いや、まぁ、ちょっと覚えてんねんけど。ちょっと覚えてんの、うん。おう、ちょ、確認してもらっていいかな。構えへんよ。言ってみて。陰一が一。一から行く？いらんって一の段なんか。いらん、一応、一応。一応、うん、まあまあ、うん。陰二が二。うん。陰三が三。できてるやん。陰四が四。うん。陰五すん、五すん。あれおい。あれ六ん、六ん。ちょっとあんた、おい。陰七、七。そんな、おい。え？陰八、八。おい。陰くくん、くくん。ここまではいけんねん。全然ちゃうって、おい。もうな、二の段が。ちゃう、待て、おい。え？全然ちゃうって。何がちゃうの？何もかもちゃう。答え？答えとかじゃない。式？じゃあ概念が間違ってるのか、概念が、うん。概念が間違ってる。もう一回言ってみて。陰1が4。1からじゃない。4の後から言って。4の後。陰4が4。うん。陰5すん5すん。何やねん、お前、おい。陰6。ちょ、待て、おいって、おい。え、何？ 1×5 何？
インゴスンゴスンやろ。答えはスン。スンって何？え ?1 かける6は？インロクンロクンやからクン。クンな？うん。1、2、3、4、スンクンな、お前。ほんまやな。ちゃうお前、中国の学校行ってた？行ってない、行ってないよな。ほんまやわ。1かける7は？インシチンシチンやからチン。チン？うん。1かける8は？イン、ハチン、ハチンやからチン。チンダブってな、お前。うん、そうやね。俺もおかしい思う。なあ、チンダブってるよな。これ多分あれやね。何やね。数学のパラドックスや。あ、ちゃうちゃう、そんなんもんちゃう。そんなんもんちゃうって、お前。1かける9は？インククンククンやから、クンククンククンって何やねん、お前。子犬抱いてんの、お前。いや、抱いてないよ。全然わかんない、お前。そう？二の段いけるかな、俺。二の段いける？いけると。1の段あれやったから2負けおちゃうの、お前。大丈夫？大丈夫やと思うけど。言うてみて。21が2、2人が4、23が6、この辺。1が8、人5、おえって、おい、もうええわ、おい。人が、くん、えって、おい、待て、おい。何？何やねん、お前。え？2かける5何？人語すん語すんやろ？すんじゃない？またすんやんけ、お前。え？2かける6は？人六ん六んやかくんやろ。またくんや、お前。これあれなんじゃん。なんやねん。くくって破綻してんの？破綻してないねん、おい。え？くくはうまいことできたんだ。あんなもんじゃ掛け算表されてん。掛け算できてんねん、あれで。そう？全然あかんやん、お前。そうかね。3の段いける？ 3 の段はね、俺習ってない。習ってないとかないねん、くく。習ってない。4は？ 4 も習ってない。習ってないとかないねんて、おい。これあの選択科目で2までしか取らんかった。じゃあそんなんちゃうねん。くくってセット売りやねん。あ、セット売りなん？バラ売りしてんねん、くく。バラ売りしてんねん。うん。あ、そうな。全然わかんけ、お前。でも5の段はいけると思うわ。大丈夫よ、5。うん。おい、統計取ってんねんて、お前。え？お前5でバグんねん。5でバグ？うん。じゃあ5の段簡単やねん。簡単やけど。うん。覚えやすい。覚えやすいねんけど。全部答え一緒やし。あ、大丈夫、お前。大丈夫、大丈夫。簡単あれ。ちょっと言うてみて。ゴスン、ゴスン、ゴスン。おい。ゴスン、ゴスン、ゴスン。東大阪やねん。ゴスン、ゴスン、ゴスン。東大阪、お前。ゴスン、ゴスン、ゴスン。あの工場いっぱいある、大阪で。ゴスン、ゴスン。東京で言うたら何や。ゴスン、ゴスン。海沿いかな？海沿いの方のことや。ゴスン、ゴスン、ゴスン。な、工場やんけ、お前もう。ゴスン、ゴスン。おい。今7くらいか。じゃあそんなんちゃうって、おい。この段工場する時間ちゃうねんて。工場する時間ちゃうねん、おい。CPU 作る時間ちゃうねん。CPU 作ってたんや。おい、自動車のベアリングや思ったわ。もうどうでもよ、ほんな。どうでもよ。マジでどうでもよ。マジでどうでもよかったや。全然あかんやん。あかんから。いけると思うけどな。いける？うん。2×9、肉は？肉はうまい。うん。8×8、葉っぱは？葉っぱはまずい。子供か、お前。どうもありがとう。どうも。どうも、金属バットです。どうも。どうも。あー。小林で金属バットですわ。ね。あ、ごめんなさい。一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい。私、はい、小林さんじゃないんです。あれ？あれ勝利やった、はい、お前。読み。あ、そういうことじゃなくて。何？お、面白いこと言いますね。もう一回言って。え？もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何小林さんじゃないんです、私。はい。小林じゃない、何言ってんの、お前。この前ですね、ああ小林さんと神社でこうね、うん、こう、バランってぶつかっちゃって、うん、で、階段を、こう、コロコロコローってこう、転がり落ちちゃって、で、入れ替わっちゃったんですね。だから、私、小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林じゃんだって。いや、違うんですよ。この前ね、神社で聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてるコロコロコロってなって入れ替わっちゃったって、魂がって言った方がいいですか。いや、何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林やないか、お前。いや、本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい。小林ないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブス島やもんな、お前。あれ？だから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろ、お前。どうした、お前。あれ？ええ、どういうことですか？キャドあるある1個言って。キャドあるある、うん、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ？いや、違います。小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃ、あんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねん、お前。おい、誰じゃ。
で、ミスチルのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ベースほらおったん、ベース。いや、いますよ。あれ、桜井ピンちゃうの、あれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい言うとりますけども。何それ。何それ。あの、私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんなお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな、はい、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何がいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、あのスピッツのベースと入れ替わっちゃって。誰やねんってお前。誰や。誰やねんでしょ。お前もやねん。それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル。ミスチル。一緒じゃ。格上。格上。一緒やねん。一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。え、おったんかいな。それも。おる。そらいるでしょ。おった。知らんかった。ピンや思うた。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人にゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりね。おいみんなで神社でここ。なんなんベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ。それは地味なんですから。お前も直せやな。じゃあどこのベースと入れ替わった。今度はあの TOKIO のベースと入れ替わった。もうらんねんお前。おい、 TOKIO にベースはもうらんねや。いないんですか。今へんねや TOKIO に。え、なんで。え、バンドでしょ。バンドだったらベースがいるんじゃない。まあちょっと、え、いないんですか。なんでいないんですか。なんかあんねん。ちょっとまあ、え、なんでいないんですか。え、まあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え、刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え、死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか。何ですかこれは本当に。え、そうか。じゃあもうかっちゃったんですよ。あかんな。ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう。じゃから一緒に。じゃからじゃからな。いきなり広島弁。一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも金属バットです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほら、せっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビール、ビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,155,156,167,168,179,190,191,192,193,174,155,156,167,168,179,190,191,192,
どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクるんやお前。なんでショウゴをパクんねんお前。あれ僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルをパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんです、ね、ああ画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんなかんねや。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや町コンの規模完璧やろでした。あ、完璧やねやっぱり。ですか。こっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない、ね、俺苦手。それできへんから。あ、そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ寄せへんで。そうなんです、ね、あれむずいからわかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの、はい、見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの、ドロンズさんと。ドロンズさん、あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おいできてましたよね。あぎまへん、今できてます、ね、あぎまへんで
大阪ホテイソン飽きまへん。大阪ホテイソン飽きまへん、飽きまへん。できてましたよ。後輩のパクってニコニコすなあかんわ。あ、そうです。もうあかん、ちょっとお前やってないわ。ちょ揺らしちゃダメですよ。あ、もうあんた何がや、揺らすから。え、入れ替わっちゃいました。今何も入れ替わってへんがな。お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おい、やめろよお前。おい、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから。もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、セロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。いやーね、うん、しかしあれやね。何じゃい、痴漢あかんね。痴漢あかん、うん、まあ痴漢あかんわ。痴漢あかん、うん、痴漢あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、痴漢痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢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 あかん、ルール決めよう。せやな、あわけわからへんな、うん、盛り上がらねえから。せやわけわからへんわ。わからんままやってるから。あ、ちょっとな、痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。え、で、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいって、そっちの方が。でこうとおつが連なった時、まあ言うたらうまいこと言った時な、おう、おう、うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おい、おい、ちょっと、おい、おつ、おい、おい、ちょっとわけわからへんって、おい、ややこしなってんのお前の方が。え、なんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう、まあ、わけわからへんわお前。あ、そう、せやでお前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、痴漢あかん、うん、あ、ちょっと待って、え、痴漢あかん、めっちゃ早ない、痴漢あかん。いや、そんな早ないけど。いっちゃ早いやろ俺。いや、俺の方が早いんちゃう。マジで、うん、言うてみて。パン、早っ、お、早いなお前。はい、ゼロいって、そのガンやん。そんなあれやったらお前チャンって、ほら。いや、それはチャンって言うてる。いや、お前ガンやんけ。俺ちゃんと言うてる。何、パン、チャン、パン、チャン、パン、チャン、パン、チャ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 ン、ルール決めよう。言えてもおい、ルールええて。ルール決めます。ルールええねんて。まずガがややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいってがややこしいため、ベータと呼ぶことにします。ええって、お前アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんのやめてくれお前。化学反応みたいなこと言ってるやん。なんやねんお前。えちゃうから、もう時間もあらんねんで、これ。あ、そうな。漫才の段取りもあるし、これ何言わなあかんこと3つあんのよあんた。あ、3つあんの。せやであんた。あ、そうな。うん、まあまあ、とにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、ういっしゃどうも、金属バットです。どうも、どうも、どうも、ナイスです。金属バットです。金属バットです。金属バットです。同じ辛いね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね、うん、来ました。大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん、はい、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ね、ちょっとね、何、嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何、ハープとティアラの街です。そうなんです、すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。うん、見たらわかると思いますけど。見たらわかりますかね。わ、かりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫、大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら、This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、お、いいね。うん。That is 漫才師。That is。うん。違うんちゃうか。Who is 漫才師。Who is、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか。うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら、漫才師のご両人です。ご両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたらな、うん、省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。ちょろっきゅうであんな距離。めちゃめちゃちょろい距離歩いてきたの。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねんあれ。舐めとんだあれ。おい。
むちゃくちゃやん。どうしたお前、おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れねえ。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ、もう。ありえへんやん。どうしてお前、おい。ずっと楽しとんやん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前、おい。何やねん、あれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり、跳ねたり、ラジバンだり、いろいろせなあかんねんで、お前。もう、そうなん？めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんねん。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど。うん、偉そうやもう。問題はよ、うん、あの、落語家どもよ。おい、おい、お前、おい、おい。あかんやろ、あれ。おい。あ、出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おい、お前、おい。あれ？おい。舐めすぎやろ、あれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっと、お前。どうした、お前。どうした、こっちのセリフやで。お前は。どうした、え？落語家は、うん。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしてるからな。何百年やってんねん、同じ。どんだけ濃すんねん、お前もう。なあ。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。なあ。で、なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。ああ。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよな、あんな。そうや。視野で、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ、なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うね。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな、俺ら。うん、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？いとこい先生。いとこい先生？いとしこい先生。あの人らもう死ぬ間際前ネタしてあってんで。あ、そうそうよ、最後なんかお前、楽屋、何、二丁のピストル入ってきたな、思って。腰曲がりすぎて。こんなの？二丁拳銃入ってきたもん。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのか、めちゃめちゃかっこええ。すごいな。めちゃめちゃかっこええ、あの人だ。そうよ。いや、でもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いや、お前な、そういや、落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないの、あれ。愛してるか、お前。うん、蕎麦食わんといかんねん。いや、蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのか、お前。誰でもできる。やってみよう、ほら。ほら。おい。簡単やん、こんなん。見てみよう、お前。マックシェイク飲んでる音やんけ、それ。おい。マックシェイクの音や、それ。マックシェイクの音してる、これ。江戸にマックシェイクがあるかいって、バーン殴られんの、お前。マジで。一番痛いとこ殴られんの。一番痛い。正中線正中線、どん好きよ、お前。マジで痛いの、お前。それは嫌やな。せやで。そうか。でも、あれよ。え？正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんの、あれ。何や、思いて、お前。掘りごたつじゃない。えぐれてないねんか。あ、そうなの。師匠、足ぐらぐらしてるの見たことある、お前。あ、ちょっと楽してんや、思てめっちゃ座らなあかんねん。正座してはんのか。お前、師匠の要求、バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。うん。おい。うん。おい、ハゲノスケ。うん。ハゲノスケ、お前、おい。ハゲノスケっていうのは、俺でええんやな。お前、そうやな。これや。え？これ。なんすか？これや。あ、プリクラですか？小顔ピースちゃうの、お前、おい。こんなおもろい師匠おらんの、お前。え？ハゲノスケ、あと5秒や、早く小顔ピースせなおらんの。おいじゃない。一生ついてくわ、そんな人。違うの？せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ、タバコやな。あるよ。街歩いてても。ん？おい。あげのすお前。え？軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽？おい、ごっくんボディや、おい。下品な言葉。おい、おい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、あげのす早く。早く。何すか？タマスダレや。タマスダレ、何にすんすか、タマ。ナンパやんけ、お前。タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具どうやってすんの、あれ。女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか。あれでタピオカとか作ったら。いや、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え？バカもん。バカもん、バーンやで。ボン、正中線。ああ、五段付きや。ドン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 。正中線。死んでまうの。それは嫌やな。大変よ、落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんかな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんの。無理やろ、俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでっか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才、出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。どうも、金属バットです。お願いします。いやいやいや、高校の時の連れに連絡したいんですけど、全部連絡先消えちゃいまして、あなた残ってないですかね。いや、俺も全部消えちゃってるわ。あら、あんたも消えちゃったんかいな。うん、かなんな、久々に連絡したいのに。じゃあ
こうしようかな。何何？俺が今から自分の体にみんなの生き量取り付けるから、うん、それで連絡先聞いたらいいよ。あ、イタコできんのお前？うん。ほんまに？そうそうそう。で、マジで？マジでマジで。うそやん。うん。やってよこの。あ、やろうか。うん。ただ俺ちょっと自分でこの世界戻ってこられへんから。ほう。話終わったら肩ポンポンって叩いて。あ、終わったら肩叩いてやねんな。うん。ちょっとカワッチ呼んでよ。あ、カワッチ？うん。あ、カワッチ。会いたいね。じゃあ呼ぶわ。うん？どまやす？なめてんのかお前お前。え？ハゲこらお前お前小林やないけ。え、変わっちゃう変わっちゃう。どこが変わっちゃうのお前ハゲやないかおら。お前昔貸したジャンピングフラッシュは早く返せよお前。あ、変わっちゃう。え？俺が借りパクしたゲームのことしてる。何考えてんのお前。変わっちゃう。あ、ごめんごめん、変わっちゃう。あ、お前久々やな。久々やな。ちょっと会ったら話したいことあってさ。何話したいことって。お前さ、うん、支持してる政党とかある？いや、特にないけど、どうしたの？あ、ない？うん。さあ、今度の選挙さ、うん、入れてくるのかな。カワチなんて？なんか忙しいみたい。あ、忙しいの？ああ、カワチ忙しいみたいわ。あ、そうなんや。ちょっとしげちゃんとか呼んでくれんかな。あ、しげちゃん、しげちゃん会いたいわ。しげちゃんな。うん。おどうもですよ。しげちゃん？おしげちゃん。しげちゃん？おあ、よかったよかった、しげちゃん。久しぶり。久しぶりだ。いや、ちょっと久しぶり今度会おうや。あ、ええよ、ええよ。いける？うん。日曜日とか会ってない？あ、日曜日あかんねん、俺。予定あんねん。あ、忙しいって。ちょっと、カワッチとさ、うん。勉強会行ってみて。え？しげちゃんなんて？なんか、聖地巡礼行くらしいわ。あ、そうなんだ。そうなんやってんねん。なんか、ハマってるみたいな、なんかに。あ、凝ってんのか。ああ、そうか。一層は。あ、いっそんね。いっそんまぶたっちゃうね、わしな。あ、ええやん、いっそん。いっそん呼んでちょうだいよ。いっそんよ、うん。おお、トマト。いっそん？おお、いっそん、いっそん。あ、いっそん、いっそん。いっそん、久々。お前、ちょっと会ったら話したかったんけどさ。え、なになに？お前、支持してる政党とかある？嘘やろ、お前。なんやったらさ、うん。これ、これ。いっそんなんて。地元終わってんのか、俺ら。よいしゃー。こんばんは。お願いします。うん。なんか、なんとなく、ライブ全体の流れが早すぎる気がする。まあ、我慢我慢。お披露目やからね。バットでやから。一旦落ち着かない。まあ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 。まあ、いや、ええや、言わんと。ええ。さあ、うん、もう、すぐ1年終わりやん。いや、もう12月よ。うん。なあ、もう今年もあっちまやったで。まあ、あっという間やさ、うん、もう、俺の連れなんかさ、うん、今年の最初の1月1日から、うん、今の今までずっと、あーって言い続けてるやつおんねんけど。止まらんと？うん、止まらんと。なんでそんなしてんの？あっという間やったなっていう人ボケの人ボケのために、うん、あーって言い続けてんの言い続けてるやつ何そいつおい、うん、なんなんえ息どうしてんの息、ね、息持たんやろ、ね、おいいやなんかそんな苦労思ってたいやいや気になるってなんなんそいつ、うん、息持たんはずやんけなダイバーかなダイバーじゃ無理やってお前息持たんてよなんやろなんかあれちゃう、うん、なんか人工心肺かなんかつないでくだつないで、うん、息をあー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 言うてんちゃうてんの知らんけどな知ってんやろつれやろあんま知らんけど見たことあるんやろつないでやったつないでやったつないでやった喉は喉乾くやんけお前喉乾くあーって言ったら喉乾くやんけなくだとしてんちゃうまたくだとしてんの水つないでんちゃう知らんけどなあっあっあっなるやん上の方乾くしやおいな喉チンコかなんかに、うん、脱脂麺かなんか巻いて巻いてんの湿らしてんじゃん湿らしてんの俺あんま知らんねん知ってんやろ見たやろお前釣るやろ、うん、なもやしの下みたいになってるのえもやしの下引いてるわったみたいなそうそうそうあんな感じでなんなら もやしも生えてんじゃん生えてんのもやしも口の中に、うん、あーって出てきてるのもやしがいやさすがに奥歯までいったら噛むやろ噛むのなうんなるやんあーうんってなるうんやんけあーじゃないじゃあ噛んでないじゃん噛んでない出してんじゃん出しっぱなしあーあーあー切るかな切んの切るあー切んの切るじゃん切ってんの、うん、そいつと普段何して遊んでんの何その質問いや釣るやろ何してそんなあーって言い続けるやつとカラオケ行くカラオケ行くの何歌うんすか北の国からとか歌うんあれしか歌われるあーしか言わんからなあれ以外持たんやろお前いやいけんおもろおもろ そいつの口にさもし虫入ったらどうすんの虫入ったああっさすがに止まるやろいやいやなあ網張ってた網張ってんの口に網張ってたはーって飛んでかへんのああ網塗ってた塗ってんのお前、うん、塗ってんの塗ってた取れへんのに、うん、お前もやし先切る言ったやんけ、うん、網張ったったら切られへんやんなあ積んだおいなあほらほらやろ嘘ついてやろありがとうございましたドンキーブーバーですこんばんは栗焼酎もう満タイわあ栗まずそうどうも、始まりました金属バットのもう満タイでございます、はい、ありがとうございますありがとうございますねえ何でしょうここはねえねえ妙なとこにねえ都会の真ん中やねこれそう熟身用だとここですよな熟身やねすごい剣道部の物質の匂いがするうん、うん、これ今マットが出してた匂いなんだないや汗やなこれうんああねえ久々に嗅ぐなこんな匂いちょっ
そうやな。なあ、僕たちいつも清潔なとこにいてるんで。そうなんです。ねえ、どこなんでしょう。ここは、あ、うるっ、ごっぱらだったでごめんし。ほんま強なったな。体操ゲイ、タイソンゲイ、タイソンゲイじゃない、体操マイク、タイソン床、床、失礼ですか、失礼の女の子ですか、わしのこと床って呼んでんですか、体操競技のうち、ね、床を、おいちゃん、さあな、お前はまとめかな体操競技の、すいませんでした大丈夫です、体操競技のうち、床を座って俺のことを床って言うね、なんで俺のこと床って言うね、気分害さんようにしてあげると、体操競技のうち床を座って表現力を鍛えましょう、な、気持ちよく仕事させてあげた方がいいよ、多分また怒るから、せやかて、なんで俺のこと床って言うか、いや、そう、不思議や、不思議やけど、気持ちよくと、それはなんかそう、床って呼ぶのになんか楽しんでるわけやんか、楽しんでんのか、あれは、それを楽しめてんのか、床、体操の床、うん、体操の床って呼ばれてんねん、丸坊主の小判ってことですかねえ、体操しましょう、こんにちは、ヨタのゆりです、よろしくお願いします、新喜劇集がするな、いや、違うよ、あんたラッサンにいたでしょよくここあんたラッサンの子でしょそうです、ねえ、あるあ、はい、ね、お久しぶりに、ね、あの子だ、ラッサンの子にいやね、全然こんなこと言ってる今ラスターここだったの、今はちょっと1年前に辞めまして、あら、1年前、そうなんですよ、分からないんですけども、分かんないんですけど、はい、今日は体操の先生として、あ、よろしくお願いします、来させていただきました、お願いします、ちょっと先生、俺らマジで運動嫌いなんですけど運動嫌いなんですけど、じゃあ後輩運動嫌いなわしら、どうしたいのえ、体育の授業とかはどんな感じでしたか、どんな感じ、泣いてたよ、泣いてました、辛いからマット運動とか跳び箱とか、うん、どれぐらいやってました、あの俺は堺の学校やったからさ、はい、あの跳び箱の上が真っ赤っかやったの、血でそんなことないですよ、ほんまにほんまに何からしましょう、はい、あ、じゃあ柔軟運動から、はい、じゃあ前に倒して足の裏を伸ばしたいんですがお限界ですか先生、なんかめちゃめちゃでかいハンマーで背中芝居でもないこれじゃあちょっと早速なんですけど、これ一瞬で、一瞬10秒で柔らかくなるちょっと裏技がありましてですかですか、危ないものは使いません、はい、何でしょう、10数えるんでその間息吐いておいてください、ふつっと吐いたいの、はい、いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 前倒してください、おお、ちょっと柔らかなくなった、ほんまかちょっと柔らかなくなった、巻き戻して、逆手いきます、逆手いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 変わってない、別に何も変わってない、意外と、せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,逆手で、逆手で、ちょっとあんまり変わらなかったです、うん、ごめんなさい終わりですか、いや、お疲れ様、足をこう左右に開いていただいて、ああ、あかんねん、右左で、右左、はい、こう、こういうことか、はい、そんなバカなあの、私レゴぐらいしか動かない、レゴ逆も、じゃあ、はい、こんな想定で作ってないと思うね、そう、原点ってなんかこうだろ、いや、はい、釣りそう、釣りそう、あーだいだいだい、あーだいだいだい
じゃあ次前って、ま、前だ前あーあーなんか取ってほしいあ息吐きながらはい OK ですだいぶ柔らかいっしょ俺らいやでもこれ冗談なしに今までで一番硬いかもしれない嬉しいですね。逆にですか？男冥利に尽くな、うん、やってやろうじゃないの。頑張れー！いつも頑張ってるよ。グッズ久々やな、これ。こうよな。イメージは。こうですかな。あ、もう、このまま。こうですよね。はい、壁を蹴る感じで。壁を蹴る感じで。はい。うわ、怖い。あ、今日この後4分出たやらなあかんねあ、ダメあ、怖い見えたどういう映像今わしはどういう映像どうなってるわしマイヤーバルみたいなありがとうございますいっぱいや大丈夫、わしのタトゥー見えてないラブって書いてるタトゥー見えてない久しぶり大丈夫そうですか？頭フラフラしてないですか？なんでかわかんないですけど、鼻の奥が痛いです久々に血がいったな、ここにおえ、ちょっとわし、あのさっきのむっちゃダサいやつやっていいですか自分に蹴り上げるやつ、はい、よじ登りこれやったらいけっしょえ、これはこうよなあ、そうです、そっちからちで、なるべく手を壁に近づけて通り、あの、まっすぐまであっこれ、はい、ちょっと筆みたいになってきたうん長渕に書いてほしいあでも結構すごい長いいい感じですかはいどうやっておりますかどうやっておりますかよいしょ、はい、ありがとうございます右か左か決めていただいて足一本で足一本で、はいおぉ上手だいいやいいやいいや回るだけですもんね、はい、そうですあ、いいですねちょっと待って、ちょっと、あ、なんか滑ったことあれあれ大丈夫、大丈夫なんかめっちゃ滑った大丈夫だよえ、ほんまに大丈夫ちょっともう一回やって、お前上手もう一回やっていいおめでとうあれ俺ターン滑るわ滑るのかターン滑るターン NG でしょこれから2回とか行けますか2回ぐらいそんな回れるでしょトゥーターン1回半ですね惜しい嫌なタイプ1回半なん今のはそうなんですよ2回回りきらないと1回半っていう判定になってしまうんです点がしょぼなるんですか1回半あそうです難度が下がっちゃいますよし2回ね1回半意外と難しいんですよ、ターンって先生、2回やってこなあできんのかちょっと待ってく1回ですね2回1回で1回でえ、1回に見えました半回です次は、あの、ジャンプしながら1回そんなもん、俺毎日やってるよ、お風呂入ってるお風呂入ってるよ靴脱いだ後ゆこいでやってるよあマリオちゃんマリオちゃんどういうことジャンプして回るってことはいジャンプして回るなんでできんのジャンプしてから基本やろジャンプしながらそうですああぐるぐるジャンプのことねあぐるぐるジャンプってそういうようなこうめっちゃ滑ったよ滑ってないめっちゃお前何がいいのってないですよお風呂の感じでブリッジをやっていただきたいなとブリッジこれそうですで、あわよけば行けそうならばブリッジでこう歩いていただきたいあエクソシストねはいはいなるほどなるほどはい寝もってですねあ、寝てしまうこれでどこ行ったんだここでおるよなおるおる見えとる見えとる
え、滑った？滑って、今日まだ滑ってないほんまに？ほんまに回も今計算上6滑ってるそれちょっとハードル上げすぎてるわ。じゃあ行くよ、うん、歩くの？なるべく手と足を近くに。ちょっとここ釣りそうや、若林。おここが釣りそう。準備運動が足りてなかったんじゃないの？痛い全然伝わらん痛みが全然伝わらん動こうとしたらってこと意外と難しいんですよ。わしはおじいちゃんやもうめちゃめちゃむずいぞこれ。首だけならいけるかな。ああなるほどね。歩けるそれで。歩けるやろ。歩けるお前そんなマウスの玉みたいになってへんで。首飛び気をつけてください。え、まあ折れても死ぬだけでしょ動けるすごい、あ、製図道具みたいなのお前綺麗な円が描けたけど何でもないような顔してるやろ、うん、めっちゃ痛いでこれもでけんな。あ、痛くない。前転はできるの、でんぐり返しやもんな。そうです。 あ、いいですね。え、これ面白い。ごめん、リハビリみたいになってる。大丈夫？面白いよ。おもろいか。面白いね。ほんまか誰がどのタイミングで見んのよ。ロンゲとハゲのおさんがでんぐり返してるかテスト前とかちゃう気合い入れるためにあ、じゃあちょっと難易度を上げて、はい、開脚前転、うん、足を開いて立つっていう。何してんの？お前分からん、お尻バカ見てた。あ、そのまま立ってない靴下とジャージの色を覆ってるわ足広げてで、はい、立ちます。なるほど、はい、立ってる完全に後ろみたいな。立ってる？まだ立ってない まだ立ってないこれからも無理滑ってない。え、めちゃむずいやこれ。意外と難しいですよ ね。それはさっきのこの柔軟が結構重要になってきて、はい、じゃあこいつら無理やなって思いながらやらせたんですか。どうせ立てるって思ったよりも前転がちょっと楽勝すぎだったので、はあ、はい、ちょっとレベルアップしたんですけど。もう一個手前ない？前転とあの広げるやつの間。あ、そしたら軽くちょっと首怖いんでちゃんと柔軟今のうちしてほしいんですけど、ちょっと飛び前転って言ってここで軽くポンって飛んでから前回り。なるほど、はい、飛び込み前転。ジャンピングセーフ。思ったより恐怖が違う。ジャンピング正常位だね。マジで意味が分からん。前世は飛び込み正常。お前やめろ、ジャンピング正常位。飛び込み面ってね。飛び込ポン軽くね。違う全然違う。前世で打てるのは飛び込み前提。お前がやってるのはジャンピング土下座。また違う技なんだ。全然違う技だし。え、ほんまに無理やって。このまま行くのか。このままゴロンっすよね。そうです。なんか早送りとかにしてくれる？はい。やる。一回土下座したな。一回土下座、ずっと土下座して。何この土下座。頭の後ろを作る。お、欲張ってる。全部やったやんけ。うまいこと編集してここで4回ぐらい飛び込んだ。え、飛び込んでパンと立ち上げですよね。そうです。楽勝じゃん。こんなにお足身長高かった怖っ。え、ちょっと高くなっ
できた。ジャンピング二王だし。お前やってんのは。あ、関係ない。お前。こう、じゃあ俺でかっ。地上って遠いよな。マジででかいよ。え、もっと低くなんですか。あ、まあ低くても。足がポンってちょっと空中に一瞬浮けば飛び前転にはなります。足浮けやねん。あ、そうか。一瞬手つく前に、手つく前に、あ、全部浮いてんねん一回。はい。え、うわ、一回浮くの。全部浮くの。うわ。違うわ。何、それは負けた力士やもん。負けた力士で全部浮けやねん。はい。なるほどなるほど。全部受けいいだけなんや、うん、あ、足揃えてた方がいいですね。そうやんな、はい、そうやね、はい、普通そうやで。ちょっと待ってくれ。わー、怖いの気づいた、俺の目線の先に血がある。ちょうど血が見える。わし、ここで多分死ぬんや。血死量やん。わし、多分死ぬとこや、そこは。血死量の血出てるやん。え、怖っ、え、え、怖っ。お前、飛び込み前提やで言ってんねん、お前。ごめん、今日やらしてやな。ちょっと怖すぎた。頼むわ。ちょっと行こう、ほんまに行こう。え、ごめん、ドローンですよね。はい。前提ですね。え、できたし、できた空気はあった、あったよな。できた空気は、俺も完全に、うん、手ついたってな。空気的にはできたよな。できました。知ってる技でやりたいっていうものとかってしますか。やってみたい。森末ですね。ベリーロブ。ベリーロブ。ちょっとできないと思います。なるほど。はい、あの10年ぐらいかかります。10年かかる。10年もかかる。なんかパッとする技あります？側転いきます。ほう。1234な。1234。痛い。あら、痛い。面白かった？まったねー。お疲れさまでした。お疲れさまでした。大丈夫ですか？どこ痛めてんの？だから、あの鮭やったスティックになってるとこ。一番うまいとこ。一番うまいとこか。え、バリアスいいよ。あー、すごいじゃないですか。バリア？頼みに行くぞ。おお。これめっちゃええやん。日本中の地面これでええよな。ほんまになあ。おお、パパ取りや。いける。違う違う、これせいよ。せんちゃう。こんなせいよ。わしにはもう無理。怖いって。この幅で心が折れたよ、ちゃんと。折れる折れる。人間の心が折れる幅にちょうど設計されてる子が。めっちゃ怖いね、これ。飛び込んだよね。あ、こっからでも。あ、まああれやったらまだ。おへそ見てください。だってさっきより高いやん。もう、でもふわふわやからもう。できてた。できてた。人間おもろいね。ちょっと待ってくれ。行くぞ。俺がやる。おお。ここはまだ楽しいな。うん、楽しい。おへそ見て。おへそ見てとか聞いてなかった。そうやねんな。怖すぎる。こんな時お走りながら。怖すぎるよ。一回やってみても飛び込んだらいいですもんね。そうです。思い切るよね、こんな。そうですね。違うみたいな、今の。
もう前回りと一緒です。前回りと一緒。それは、はい、跳ねてくれるんで。あ、行く行く行く。あ、そうですそうです。あ、楽勝じゃん。一回やっちゃえば。ねえ、楽勝やわ。うん、ここで待ってるから、おいでや。怖すぎる。怖すぎる。へそ見よ。へそ見よ。へそ見よね。ここでまだ行く気なかったね。まだ行く気なかったね。床がなかった。珍しいですけど。なんでずっとシンセ打ってるの？ずっとシンセ打ってる。一定のリズムやった？一定のリズムやったけど。おいでよ。はい。え、飛び越える？あと、はい、やろうと思えば。え、飛び越えれる？でも、ちょっと助走が必要だ。え、ちょっとやって。どういうこと？どういうこと？え、マジで？いける？あ、いけますね。ほんまに？な、何これ？どういうこと？え、ほんまに？あ、なんかでごめんなさい。俺、ほんまにまだ信用してた。いきます。え？ちょっと待って。完全につまんない。これを本当に使ったことがなくて、私。え、これなしの方ができる？こっちの方が。あ、そっちにしようか。なんでいけるって言うんだって聞こえないな。なんでいけるって言うたから聞かせてくれ。いやいや、いいな、もう。よしよし。ウーダーバイ。いける？え、ほんまに？あの、余裕かギリいけるか教えてほしいんですけど。ギリ。うぅ。盛り上がってきた。ギリか。え、どこ守ったらいいんや、俺は。顔ちゃう？顔？ほ、はい、はい。正中線全部持って。正中線や。いきます。いえ、怖すぎる。おお。え、余裕や。余裕や。余裕やったよ。え、わし持ってもいける？いけるよ。お前こっちなでも。え、なんでやの？ちょっと横詰めろってこの前。もうちょっとこっち。もうちょっとこっち来て。あ、マットごといいですか？じゃあ、ハゲネブガード抜いて。マットごと。オッケーです。こう？はい。あー、怖っ。あー、怖っ。あー、怖っ。うわ、怖っ。怖っ。ほんまか？ほんま、いけるか、やつ。いける、お前。お前、ラッサのやつやろ？顔覚えてるからな。お前、ちょっと。怖っ。ビンボリスやる。怖っ。余裕そうやな。余裕そうやな。もうちょこっち行くか。え、それもうチキンレースっていうね、そういうの。ちょっとポカポカ。お前、あと人間には体力というものがあって、やっぱあの真上女が飛ぶ経験ないから。そうそう、もうちょっと視点こうしたって。あ、ここカメラないかな。すごいすごいすごいやって、この映像。いきます。へい。これ、うわっ。あ、出た。今年初めてシードでの出場になりましたが、今日からですよ。だから今日からですね。2回でした。思ってる。ボンベないやんけ。ボンベまたないやんけ。ないやん。俺も怒ってることある。何を？まあ、エントリー払え。何がいいの？え？ 2000 円。え？ 1000 円ずつや、相場は。ああ。俺がさっき来て今2000円払ってんの。お前勝手に払ったんや。何勝手に払ってんの、お前。え、お前その勝手なことすんなよ、お前。ドンベはないし、勝手なことはするし、お前。何や、お前、めちゃくちゃやな、お前。優位見たと思う。おい、何してもええってわけないやぞ、お前、おい。
何や、むちゃくちゃ払えよ、あかん、気分悪い、これ帰らしまいますわ、むちゃくちゃ好きにせえ、そんなせえ、好きにしたいわ、一人で楽しいせえ、お前はええから優勝するぞ、あんた一人やったらええわ、優勝するぞ、あんただけで優勝するぞ、アホみたいに。お願いします。こんばんは。いやーね、うい、今日はちょっとね、うん、面白い話するわ。ほら雑いな、お前できる、できるよ、おかましてちょうだいよ、ほら、じゃあ言うで、ちょっと言ってくれ。今朝さ、うん、スクランブルエッグ作ろう思って、ほう、でフライパンに卵割ったら、ほう、そのタイミングで電話かかってきて、ほう、で電話から戻ってきたら、ほう、黒焦げなってんのよ。いやー落ちたね。落ちてないで、お前、おい登ってもなかったわ。え？おかんと喋ってやもた今。おもろかったやろ。全然おもろいよお前。そう。どないしたお前普段面白いのに。え？どうやろ。ちょっと確認していい？確認？うん。うん、して？かまへん。うん。ね、このおじさん変なんです。うん、どんなやつ？キャンドルジュン。面白いね。おお面白いね。何やろな。え？なんかあったお前。なんかあったって？うん。今朝さ。おいちょっとお前待て、おいお前覚えたってその話。何？このもんの話2回も聞いてるから覚えたってお前覚えた、うん、覚えたんやったら言うときなさいよ。なんで言わなあかんねんこんなもんお前。いや面白いからやんか。おもろないんじゃこの話。いやお前以外みんな笑ってたよ。うっせえな、うん、言うとき言うときみんな、うん、笑った笑ってた。避けてちょっと、うん、オッケーオッケー。今朝さ、うん、あのスクランブルエッグ作ろう思ったら、うん、電話かかってきてさ、あもう面白い、戻ってきたら、うん、バビーン焦げランブルエッグですわ。ちゃ全然おもんない。おもんないねんこの話。せやねん。いやお前足したからおもんななってんのよ。頑張ったんじゃわしは。なんや焦げランブルエッグって。アクションエッグジョークないかほんだろお前、お前ちょっとずれてんじゃん今日。わし今日ビンビゴビンよ。ちょっと確認するで。何がいな。大喜利出すよ。おお構え潰したら来いや。なぜ人を殺してはいけないのか。あむずむずちゃうちゃうむず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 すぎる。むずすぎるわ。答えることもできてへんわ。答えられんねそれ。大喜利ちゃうわそれ。何？説法やそんなもん。説法。あそう？なんかあったやろお前。なんかあったって。俺今朝さ。嘘やろお前ちょっと待ってくれ。卵割ったら。お客さんの中にお医者さんいてないですか。お医者さんいてないですかって。うん。今朝さ。ちょっとルールがない。ルールがない。ちょっと待ってルールないわ。何？ちょっと何？もう一回確認していい？確認をして。かまへん。うん。娘が連れてきた婚約者に一族騒然。どんなやつ？キャンドルジュン。面白いな。だやっぱお前がずれてんのよ。わしなんけな。ちょっと確認するで。優しい頼むで。こんなキャンドルはジュンだ。キャンドルジュンやないけど。そんなキャンドルはジュンなんじゃおい。ずれてないな。ずれようがないねこんなもん。誘導尋問やんけお前。なんかあったやろ。なんかあったって。うん、今朝さ。あスクランブル。おしこわしこわしこわし。水飲みに行こう。どうもありがとうございます。金属バットです。ね、さあ、うん、毎日毎日さ、はい、400円払ってさ。はあやってられんやん。タバコかな？かなんな、あれは。もう、来る日も来る日も400円払ってさ。まあまあ、しゃあないからな。プリクラ取るわけやんか。え？おい、え？金なんぼあっても、え？プリクラ？やってられんやん。プリクラ取ってんの、お前。プリクラ取るやんか。誰と？いや、一人でよ。一人で取ってんの？俺、プリトモおらんしさ。プリトモってなんやねん。だからもう金なんぼあっても足らんからさ。なんでええの、お前は。もういっそのことさ。うん。俺、プリクラの本体こうたったんや。こうた、お前、おい。めちゃめちゃ高いで、あれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんで、お前。セルシオぐらいした。セルシオ買うたええのに、お前。いや、でもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もう買うた方が安いな、思ってさ。取らんでええねん、お前、プリクラなんか。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんの、お前、おい。よう入ったな、あんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろ、お前、うん。ハイエースぐらいねんで、あれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前、車好きやな。みんな好きやろ。うん。もうギチギチや家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ。ほう。もう俺今家プリクラなってんの。家プリクラなの。え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの。プリクラ住んでんの。どうなってんの家。いや玄関開けるやん。開けまんな。あのプリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で撮影スペースや。撮影スペースで。で奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うんうん。以上？以上？おい！お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんの？それも。埋まってもてる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリ行けるけど。ギリ行けんねや。うん、ただシール排出口には行かれへん。何のために撮ってんの？おい。行かれへん。何のために撮ってんの？でもプリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラ。いつぞやのプリクラが出てくるとか。ガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いてあかんわ。飽きまへんでな、あんなもん。もう取りまくってま。そういうことやおまへんねん、あんた。あんたもやっちゃう。そういうことやおまへんねや、もう。俺、
50枚ぐらい撮ってんちゃうかな。1日で？いや1時間撮りすぎやってお前。パラパラ漫画やってそんなもん。だからもう電気代もさ、バカならんのよ。バカならんやろ、まあ、あれやっかましいしピカピカ光るし、あれちっちゃいドンキョーテやだな。もう電気代をさ、日割り計算したんよ。じゃあどうも1日あたりさ、500円かかってる。はかまってるやん、おい。毎日毎日さ、おい500円払ってやで。おい、プリクラ取るやん。ゲーセン行けお前。おいやってられんからさ、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんや。どうなってんのお前んち。おい、え、風呂どうなってんの。風呂、俺んちの風呂今火力発電所になってる。火力発電所になってんの。これでね、電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いやほんまに嘘やろ。火力発電ってお前何、燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや燃料は要産あるからさ。何、取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね、何のために取ってんのお前。おい、プリクラ燃やして電気にして、で電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、ほんでまた電気にしてプリクラ取って。ちょっと待たんお前。おい、ん、永久期間じゃん。俺永遠のエネルギーにいるの。燃やすやろ、うん、発電して、うん、え、じゃあ、ちょ、待って、え、何のためにプリクラ取ってんの。いや、だから聞いてた、燃料を作るためやつ。違うやろ、お前。お前楽しいプリクラ取りたいから買うたんやろ、お前。お前、俺楽しくプリクラ取りたいから買うたんやろ。なあ、お前、軽く発電所のおっちゃんやけど、そんなもん。俺、発電所就職した思ってた。ちゃうで、お前。プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで、お前。俺、巻き発生装置って呼んでた。言うてた、お前。ちゃうで、お前。ちゃうんか。しかもあれやで、お前、永久期間ちゃうわ。え、永久期間やん。ちゃうて、お前、プリクラの紙凍ってるやろ。お前、俺、プリクラの紙発注してる。発注してもてるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あ、しかもあれやで、お前。え、お前んち賃貸やろ。お前、賃貸や。お前、風呂ぶっ壊してもてるやんけ。賃貸のに風呂ぶっ壊してもうた。チーン。お気に。あれ、どうも、こんばんは。ねえ。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。同じ絵面やね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、有名なもんがありまして。うん、有名なもん。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街。そうなんです。すみませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。見たわかる思いますけど。見たわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。はい、ね。まあ僕らそんなね、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is漫才師、うん、お、いいね。ザットイズ漫才師。ザットイズ、違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ。五両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな。省き倒したらそうやな。きっつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え、めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある、え、見た俺の仕事量今日の。何何、歩いてきただけやで。そこ、あ、そこ信じられん距離。こんな短い距離、この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきた。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。なめとんだあれ。おい、むちゃくちゃやん。どうしたお前。おい、しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前。ずっと楽しとんねん。おい、楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前。おい、なんやねんあれお前。え、コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か。めっちゃ大変よ。そう、あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。そう、そうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど、偉そうやの。問題はよ、あの落語家どもよ。おいおいお前、おいおい、あかんやろあれ。おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで。おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前、おい、あれ、おい、舐めすぎやろあれ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前、どうしたお前。どうした、こっちの、こっちのセリフや。お前はどうした。え、落語家は、舐めとんの。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 3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん。どんだけこすんねんお前。もう丸なってるよお前。そうや、丸やで。玉やろあんなもん。玉見せてるだけだよ。玉見せるだけあんなもん。ああ、で、なんや、ネタの途中熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろあいつら。ああ、お前落語家のアウターのことジャンバー、アウターって言ってんだお前。
ちゃうよ。なあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな。視野でほんまに。で、暑いからすぐあれやろ。なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな、俺ら。うん、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？糸恋先生。糸恋先生？糸し恋し先生。あの人らもう死ぬ間際までネタしてはってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたな思って腰曲がりすぎて、2丁拳銃入ってきたもん。入ってきた。マイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのか。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないね。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前。そば食わんといかんねや。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう。ほら、ほら、おい、簡単やん。こんな見てみよお前。マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前。マジで一番痛いとこ殴られる。一番痛い。正中線、正中線どん突きお前バチン行かれるのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でお前あれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思ってお前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ちょっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。ああ、師匠と歩いてて、おい、おい、ハゲノスケ、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、ああ、そうやんな。これや。え、これなんすか。これや。あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前。おい、そんなおもろい師匠おらんのお前。え、ハゲノスケあと5秒や、早く小顔ピースせなって。おらんの。おいじゃない、一生ついてくわそんな師匠。違うの。せやで。何、タバコ。タバコや。タバコタバコやん。 あとあるよ、街歩いてても。ん、おい、ハゲノスケお前、軍閥のタレやないけ。おい、軍閥のタレ、お前ごっくんボディや。おい、下品な言葉。おいおい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、ハゲノスケ早く、早く。なんすか。タマスダレや。タマスダレ、何にするんですか。タマナンパやんけお前。タマスダレってナンパするんですか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具、どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろあれ。ああそうか、あれでタピオカとか作ったらエグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやでお前。え、バカもん。バカもバーンやで。ポン、ま、正中線。ああ、五段突きをドン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 。正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから。無理やん俺ら。めちゃめちゃすごいやからそれはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねお前。もう楽したって。なんじゃこいつは。じゃあもうあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。どうもお願いします。ねえねえねえ、大きいね、大きいね、大きいね、よろしおまんな、おいしょ、コテコテやね、コテコテね、すいません。さあ、ほい、俺小学校の時にさ、うん、あのタイムカプセルを埋めたんよ。あら、うん、みんな埋めてんね。なんかやろ、あんた何埋めたの。いや、なんかみんなお気に入りのおもちゃ埋めよう言うて。あ、ね。まあまあみんなおもちゃ埋めんね。うん、で、俺はさ、うん、あの、埴輪を埋めたんよ。埴輪？うん。えらい尖ったもん埋めたね、あんた。手作りでさ。手作りの埴輪、うん、気に入っててん。あ、そう。こういうポーズした埴輪。なんで X してんの、うん、いや、俺らあれやん。何？ボキャブラ世代やんか。はあ、うん。だからほら、これ。うーわ、抜群ちゃうお前。うーわ。抜群の埴輪やん。これ埋めてて。うーわ、ダッサーお前。抜群好きやってさ。お前普通ブーマーやろお前。ダッサーお前。お前ブーマー。俺ブーマーや。普通みんなブーマーやったってお前。ダッサいなお前。ダッサなお前のがダサいって。じゃあ俺これ埋めてたんや。はあ、で俺の友達はさ、はあ、あの銅鐸を埋めてた。銅鐸？うん。銅鐸で遊んでた。銅鐸で遊んでた。どうやって遊んだんあれ。ブーンブーン、銅鐸銅鐸。違う、ちゃうであれ。遊んでてさ。はあ、で、もう一人の子は、あの、草薙の剣の。古墳ちゃうお前、それ。なあ。レプリカを埋めてて。古墳やろ、それ。タイムカプセルちゃうやろ。タイムカプセル、タイムカプセル。何して遊んでたお前。な、稲作とかしてた子供の時。いや、普通に遊んでたよ。何して。普通に、あの、生贄ごっことかしてた。何してんの、お前、おい。な、地元、何アステかな、お前。いや、ちゃう。なんか、近所にさ、ボロボロの、トタンの小屋に住んでる、ペルセウス様っていうおっちゃんがおってさ。やばい、おっちゃんちゃう。いや、めっちゃええおっちゃんやねん。ええおっちゃんな。うん。お菓子とかいっぱいくれんのよ。やばそうやな。うん。噛んだガムとかめちゃくれんの。あ、やばいおっちゃんや。めちゃめちゃやばいおっちゃんやけ、お前。はい、はい、言うて。大丈夫な。うん、その人に、あの、じゃんけん負けたら、一日預ける。大丈夫？それやってたよ。
帰ってこれんの？あ、大丈夫大丈夫。帰ってこれる？体中の穴ボコボコになって帰ってけへん。いや、著しくテンションは下がってるけど。なんかあるな、うん。なんか非合法な匂いがすんな。まあまあ、そんな遊びしててさ。ほう。で、俺つい最近までさ、ほう。タイムカプセル埋めたん忘れてたんよ。忘れる。冷蔵庫の納豆とね、タイムカプセル忘れんねん。忘れる、ね。あるあるこれは。で、俺この前さ、うん。博物館行ってん。何しに行くのお前みたいなもんが。なんか地下の食堂がめっちゃ安いって。何しに行ってんのほんまに、おい。安いの？サワラの最強焼きと、はあ、あん肝ポン酢と、はあ、大瓶ついて、はあ、500円。安いっすね。安いな。めっちゃ安い思って。天までやれそんな。どこでやってんねん。すげえ安いからいいってさ、はあ、でまあついでやからさ、うん、博物館も見ていこう。逆やね普通はな。うん、普通逆や。な、博物館行ったらさ変なもんあってん。大体博物館って変なもんばっかりからね。なんかな、ジュラ紀の地層から発見された、はあ、世界最古の埴輪があるよ。あれ変なの。人いてへんのに。なでっかいトカゲしかおらんだよ、あの時代。ジュラキ人おらんのに。なあ。あれ思ったら、その埴輪がどう見てもさ、うん、こうしてんの。うわ。お前のバツハニやんけ、おい。バツハニバツハニやんけ。あれ、俺のやってなって。なんでやなん。よう考えたらさ。ようかん。ようかん。よう考えたらさ、俺あのタイムカプセル埋めるときにさ、ジュラキの地層まで掘ってん。何キロ掘ってんの、お前、おい。何キロ掘んねん。3000メーターぐらい行ってたんや。結構行ってるよ、お前。おるやん、クラスに一人さ。穴掘んのうまいタイプ。お前、ガキおるけど、ガキの力じゃ無理やって。そういうタイプのやつ。おるけど。うちのクラスにもおってさ、そいつ手ユンボみたいな。化け物やないか、お前。何や、そいつ。ばあ掘ってて。アンドロイドやないって、おい。で、見えへんなるぐらいまで掘ったんよ。見えんなるぐらいまで、うん、大丈夫、その子。大丈夫って声だけ聞こえてきてさ。いや、掘ったね、あんた。じゃあ埋めるよー、言うて。うん。で、埴輪落として。大丈夫か、おい。銅鐸落として。大丈夫け、おい。で、草薙の剣を。死んでまうって、お前。ね。封印やん、もう。いや、大丈夫、大丈夫。上がってこれた、その子。上がってこれたんちゃうかな。え？え？なんか、俺、その子のことを思い出そうとしたらさ、頭が痛くなるの。埋めてんちゃうんけ、おい。お前、埋めたんちゃうんけ。大丈夫、転校したんかな。お前次の日警察とか来んかった？いや、なんか警察いっぱい来てさ。来るやろ。うん。何にしたんかわからんけど、ペルセウス様が捕まって。冤罪やで、おい。かわいそうに。なんやろな、万引きしたんかな。関係ないって。なんか近所のヤバいおっちゃんやったのに。いや、でもその子とはちゃんと再会したんよ。あ、ほんまかいな。つい最近。おてんのかいな。うん。どこでおったの？の博物館でさ。ほう。ジュラ紀の地層から発見された、世界最古のミイラとして、再会を果たしました。お前、埋めてもうとるやないか、お前は。お前は、アホお前。埋めちゃった。お前、人一人殺しなないか、お前。アホお前は、もう。埋めちゃった。埋めちゃって、もう、コバちゃん。頼むよ、ほんまに。すみません。お疲れでした。お疲れでした。お願いします。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。こんばんは。金属バットです。同じ絵づらいね、あんた。ねえ。ねえ。僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん、はい、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ね、ちょっとね、何嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何ハープとティアラの街。そうなんです。すみませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。見たらわかる思いますけど。見たらわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、お、いいね。うん。ザットイズ漫才師。ザットイズ。うん。違うんちゃうか。Who is 漫才師。Who is、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら、漫才師のご両人ですわ。ご両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたな、うんうん、省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。あ、そこ。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたの。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。舐めとんであれ。おい。
むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れねえ。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。何やねんあれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。もうそうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ。うん。あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい。あかんやろあれ。おい。あ出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい。あり？おい。舐めすぎやろあれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっとお前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフやで。お前は。どうした？え？落語家は。うん。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん、同じ。どんだけ通すんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけ、あんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよ、なあんな。そうや。で、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ。なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え？知ってるかお前。何？いとこい先生。いとこい先生。いとしこい先生。おう、あの人らもう死ぬ間際までネタしてはってんで。あ、そうなの。そうよ。最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなの2丁拳銃入ってきたもん。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、うん、そういや落語ってな、うん、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あれ知ってるかお前、うん、蕎麦食わんといかんねん。いや蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう。ほら、うん、ほらおい簡単やもんな。見てみよお前。マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おいマックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前。マジで一番痛いとこ殴られる。一番痛い。正中線正中線どん突きよお前。バチッいかれんのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思えてお前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思てめっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。お師匠と歩いてて、うん、おい、うん、おいハゲノスケ、うん、ハゲノスケお前おい。ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前そうやな。これや。え、これなんすか。これや。あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前おい。そんなおもろい師匠おらんのお前。え、ハゲノスケあと5秒や早く小顔ピースせなっておらんの。おいじゃない。一生ついてくわそんな師匠。違うんだ。せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ。タバコやん。あとあるよ。街歩いてても。ん？おい。あげのすお前。え？軍閥のタレやないけおい。軍閥のタレ。おいごっくんボディやおい。下品な言葉。おいおい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい。あげのす早く。早く。なんすか？タマスダレや。タマスダレ。何にするんですかタマ。ナンパやんけお前。タマスダレってナンパするんですか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具。どうやってすんのあれ。女の好きなもん作んねやろあれ。ああそうか、あれでタピオカとか作ったら。いやエグザイルとか作ったら一撃やろお前。一撃釣れんのか。バカもんやでお前。え？バカもん。バカもバーンやで。ボン。正中線。あ五段突きやドン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 。正中線。死んでまうの。それは嫌やな。大変よ落語家って。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからなそもそも。そうか昔のネタで受けなあかんの。無理やな俺ら。めちゃめちゃすごいやからそれはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺などうしても座りたいんよ。なんやねお前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。灰皿を失うか。変えてくれるのか。そうか。灰皿を失うのか。灰皿交換すぐしてくれるタイプ。今回は、こちらでございます。ババン。こちら僕ら全力でやっていきますので。はい。皆様よろしくお願いします。やってやるぜ。ね、はい、
卒業式って書いてたんやね。そうなんやね。卒業式の話って書いてたんや。そんな時期ですか。そうなんやね。もうでも今もう3月、うん、3月かねえ。そうやな。卒業式で覚えていること。卒業式、卒業式なんか何にも感動せんかったもんな。あなたどうやったの、そのなんか熱入れてる子もおったやん。卒業式で泣いたりしてるやつとか、うん、あと どうやったの。なかったな。ないよな。感動はなかったな。合うもんな。小中なんてさもう一緒やん。一緒やんこれ。同じ小学校卒業したら同じ中学校行くから。そう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 。ここは特に何もない。何もない。ほんまに何もない。何の思い入れもなかったしな小学校。なんか中学の卒業式なんかでも喧嘩してた気がするな。君ら一番怖いヤンキーと一番強い先生がおって、うん、おあ最後に。あそこずっと因縁の対決をしてて、はあ、そのヤンキーが先生の骨を一回折ってんのよ。あちゃんとやってんねや。一回骨折って、はい、そっからもうお互い強気やからもう、はあはあ、やんのかね、うん、で最後もなんかちょっとなんか握手するような感覚やったけど、はあ、結局揉めてた気する、はあ、揉み合いしてた気する。どっちが勝ったの。いやまあまあまあ引き剥がされて終わんねんけど。あ結局なんや決着はつかへんねや。学校やから。ああ。君んとこあれったもんね。ちょっと悪い方やったから。まあ、一部の生徒がね。うっとこは平和やったからなかったね。揉め事も。お前学ランやった。俺学ランやった。ああ、うん。なんか第二ボタン外してるやつおらんかった。あったね。おったおった。いやそれクレーみたいなやつやろ。クレーみたいなやつで、あの、うん、上げてんっていう。絶対嘘ついてるやろ。お前絶対嘘ついてるやろ。おらおらそんなやつおらんかった。ほんまほんまほんま。いや俺嘘つけ嘘つけ。嘘つけあれおらんかったか。おらんかった。そこまでおらんかった。あの全部なくなってるやつおったから。あ全部なくなってるやつ。ああ。誰も声かけてくれんかった。本当。あともう事前に外してると思った。あもう上げるように。だからいらんか。ボタンあるよ。いらんって。そういうのじゃないね。なかったかっこいいとかじゃないね。あったな。俺でもその誰も声かけられんかってさ、うん、そのボタンくれみたいな。あで、あの陸上部やってさ、あそうか、まあ、後輩の子がパーッと来てくれて、うん、トマシさん言って、うん、なんかくれてさ、うん、うわ何やこれ思って開けたら、うん、その部活の卒業の記念でバトンをくれんのよ、うん、で最後に出た公式の大会の記録が書いてあってさ、うん、俺最後の大会 400m 出てで何の練習もせんと出て、うん、信じないぐらい遅いタイムで負けたんよ。それがバチン書かれた。めちゃくちゃ恥ずかしいバトン思って。負の遺産よあれは。負の遺産やな。俺なんか好きやった子に、うん、卒業式じゃないかな、卒業式間際やったと思う、ね、まあまあこの界隈で手紙渡されて、うわでふふふわと思って、うん、ほーってほんでもうこの一人になったタイミングで、なんでそんなお前 R2D2 みたいな。あ来たーってなって、うん、で一人になったタイミングでこっそり見たんよ、うん、ほんならあのみんなが写ってる全体写真、うん、あ違う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 、アホアホがクソがよ。ただ写真を配ってくれる子やった。クソがクソが分かるよ。刺せよこういう時。あんな可愛らしい封筒に入れんねん。いや入れんねん。刺せよな。なあ全然関係ないけどさ、うん、俺飛行機乗っててさ、うん、シチュワーデスさんがな、うん、くれたよ手紙を。えそう寝てたら起こしてきて、うん、いつもありがとうございますみたいなんで手紙もうてさ、うん、これはあの芸能人のやつやって思って、俺もついに芸能人の仲間入りや思って、うわっもう降りてすぐトイレ行って、その場であげる、その場はあまあまあありがとうございますって。いや俺もそうやったもん、早く帰りたいって。でもう空港降りてすぐ便所行って、うん、そうであのうんこの方バン入って、でやったと思って開けたらマスクやった。お前よってマスクか。で手紙で、いつも応援しておりますっていう、うん、これからも頑張ってくださいみたいな。おう違う違う。マスクか。意味を分かってないね女って。分かってないな。その辺の意図を組んでくれへん腹なら分かっててやってる可能性あるよな。モテ遊んでる可能性はある。マスクなんか渡さんでええもん。いやそう手紙なんか直では手紙じゃない、もうなあ写真なんか写真やねんでええやん、いいねなあ写真って言えばいいのに、言えばええのに。いいもしおらん。あったね。高校はそうか、一緒やもんな。ここ一緒やったもんな。あ小学校のさ卒業式の帰り、うん、なんか親と連れとなんかうろうろせんかった、一緒に帰らなかみたいな乗りなかった。覚えてねえな。一緒に帰ってはない気がする。
俺みんな親とはみんなと一緒に帰ってさ、うん、でみんなの親もおるやん、うんうんうん、でなんかみんなと帰り道写真撮った気があんのよ。で家近い順からまた中学で会おうみたいな、うん、あの写真誰が持ってんのやろな。そういや一回も見たことないよ。そうやな、もう会わんもんね。みんなで肩組んだりして撮ってんけどな。なあ高校お前んとこ変形学年おった中学。いいよ卒業式なんか変形ではないな、ちょっと短いみたいなのおったかもしれない。あ短乱にしてみたいな。そこまではおらん。ああ刺繍ブワーン入ってるとかおらんかったんや。というか着てけえへんが多かった。あなるほどな、もう、うん、もう一個上やもう一個上やもうパーカー。ああもう一個上行ってたんやもうええねんっていう。あっちね。高校は特に何もなかったな。高校は俺あれがあったわ、その俺高校の3年生の時に、うん、の4月に軟式野球部に入ったんや。ああせやせやせや、1年だけ入っとけ、1年だけ入っとけ。 あったなお前。で3年4月に軟式野球部入って8月に引退すんね。うん短いからな。、うん、でまあまあまあその先生と顧問の先生とえらい仲良くて。姫ちゃんやろ。姫ちゃん、姫ちゃんのその人の職員室とかも行って、うん、社会科のな、よう喋っててんけど、で卒業式の日に姫ちゃんが、うん、小林ちょっと後で職員室来いって言って卒業式、これは感動的なやつやと思って、ああで行ったら、うん、お前まだユニフォーム代払ってへんな。逃げられんね姫ちゃん、逃がしてくれ姫ちゃんは。1万7000円ええ金よ、買うなユニフォーム。お前もう8月で引退ねんから1万7000円買わんでええやろ。体操服で出ろ大会なんか。どうでもええやろ。あれ冷めたなマジで。高校の卒業式の後何したっけ。なんか屋上行かんかったっけ。それあれ卒業式の日や、朝や。朝か、朝俺がチャリンコ行ってて、ああなんか上から視線感じんな思って上見たら小林が手振ってたよ。って屋上入られるのにどうやって入ったの。そうそう屋上初めて入ってん確か。そう、え、なんでってお前と拓司とか連れが。ああ、はい、え、っていうやっぱ気づくもんやな、さっきみたいな。で屋根に体育館シューズ捨てたんや。あ、しゃあしゃあ、あったあったあった、うん、校舎の屋根に。あの校舎なくなったからな。あ、そうか。そうや、あの校舎取り壊しよ。はあ。なんかうろうろしたよな。うろうろしたっけ。あれ卒業前やったっけ。なんか普段入ったことないとこ行こうみたいなんで壁と壁の間とか行ってたよみんな。なんか言ってたわ。ここまだ通ったことないな言って。なんか言ってた、それ全部通ろう言ってたわ。そうそうそう、あの写真もどこ行ったんやろな。なんか映るんですよ撮ってたけど。なくなったな。卒業式の後って何したっけ。あと何したっけ、何したっけな。卒業式の時になんか浦野先生、松並先生っていう、うん、あのほんまにヤクザみたいな、なあ、うんうん、ここまで反り込み入ってる。でこんなでかいレイバンのなグラサンしてるスーパーヤクザ先生が、うん、卒業式どうすんねんみたいなんで、うんうん、あ最後あれか、親の方向いて一礼とかするか、うん、みたいな。お前らお前そんな迷惑かけないからするかっていう、あのなんか集会みたいな、あの朝礼かなんか で、うん、で どうすんねんお前らみたいなんで、みんな無視やそんな。あんま言いたくないから。俺あれ当てられて、お前トマヤスどう思うみたいなんで、俺マジで覚えてるのが、うん、いや別にいらんちゃいますっていう。そんなん言ってたっけ。そう、別にいらんのちゃいますっていう。え、それなんて言われ。あ、そうか。傷吸い取れん。そうや、今考えたらそうやね、うん、松並先生言う通りやね、うん、それぐらいしたらよかったよね、うん、親の方向いて、うん、義務教育 もう以上のことをやってくれて、うん、でみんなほぼ就職やから、うん、もう学校なんか終わりやから、うん、ありがとうございますぐらい言うたらよかったけど、やっぱお前も何も言わんかったよ。どうすんねんみたいな時に。てか親なんか来てたかな。いや親来ててん確か。来てた来てた、後ろ来てたと思う。多分俺は来てないな多分。お前のおかん来てないんけ。来てないと思う。わしのおかん多分来てたと思う。なんか頭下げみたいに言ったけどな。みんなで騒音しやったな。そう下げたらええねんけどな。やっぱ嫌やもんな。いや、いやなんやろ。18は。卒業アルバム作ったんよ。あ作った。お前もおったな。おったおったおった、うん、一緒にやったよ。なん
一人の子の写真をいっぱい置いて、うん、シゲな、うん、シゲね、シゲの写真だらけにしようぜみたいなしてて、うん、でうわおもろいんちゃんってやってて、うん、でいざ完成したの見たら、うん、俺らのクラスだけスカスカやったスカスカやそう隙間だらけやろ隙間だらけやったであれやでお前シゲ増やしたしてる俺え俺が一枚の写真でシゲが二人おるシゲの顔をシゲの顔くり抜いて全然ちゃうやつをシゲにしてシゲが2人おるって言うしたけどシゲだなんかあのとんでもなくスカート短い女おったやん あのブスのよそのクラスの2年の女 はあいついじって貼ってたやん貼ってたあれむっちゃ怒っとったなんかいじってるらしいやんやってあの女のあれ好きな男のタイプしてる知らんわ好きな男のタイプニッカポッカって感じなんかポカッコやなもっとあるやろっていう下の膨らみに行くんやなかポッカなんやあ記念になることをしたっていうね寄せ書きなんかしたっけ寄せ書きしてないんじゃん高校の時ってだったかな小中は俺して覚えてんねんあの最後のページやろ あれは覚えてんねんまたなって書いてたまたなが多かったねああバイビーとなあーバイビーってなんか言うてたな言うてたバイビーとかまたなとか高校なってもよろしくねとかうんあ携帯買ったら連絡しよう待ったわそういやギリギリ携帯広まってた時やからそうやまだだってあの家の電話番号とか全部書いてたよなしゃあしゃああったあったあった連絡も卒業アルバムにお前連絡も回したことあるえ あると思うあるやん部活でさ、うん、で雨降ったら中止みたいなあはんはんあで朝電話かかってくるやん、うん、だからまあ6時半には起きとけみたいなんでさ、うん、でわし6時半ぐらいに頑張って起きてさ、うん、頭ボーっとしてて、うん、で俺の前の王ちゃんってやつから、うん、いつも来んねんけどで王ちゃんから電話かかってきて「友達今日はあれあれあれ」言って「うん、あオッケーオッケー回しとくわ」言って電話切った時に「あれ?」ってどっちやっていう今日はあるんかないんかちゃんと聞いてなかったっていうで次の町いたってやつにあのちょっとおーちゃんから電話あってんけど、うん、今日はないっていう場合一か八お前もう一回おーちゃんにかけろよいやそれはめんどいからでなかったから助かったああ勝負に勝ってんあれマジの鈍いチェンジマジで大勝負で勝ったわ危なかったあれねえ寄せ書きしてたお前小中寄せ書きはあったと思うしてるよなしてると思うなあ見返すことないよなあれあでもあんま書いてて、そっか、おのおのなんやな、あれ。しゃ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 。書いてって、俺多分あんま書かれてないな。あ、そう。うん、なんか4、5人やった気がする。なんか、でも、じゃあ、その関わりのやつ来て書かへん。ああ、だからその関わりないやつ来て書くところからも外れてた気がする。あえ。わしは、なんか全然知らんやつも書いてもうて、なんか嬉しかったな。うん。ああ、ありがとうな、っていう。助かるわ、っていう。何が助かんねやろな。うん、なんかわからんけどな。またなとか書いてくれてあまたなって書いてくれて嬉しいねえ中学もなんか書いてた気すんねんけどな中学うん覚えてないな覚えてないな中学なあ高校はマジで書いてないやろ多分書いてないでしょないよな書く欄すらなかった気がするたいやあるんじゃないあったんかな一応分からへんけどなあ高校覚えてないなあとあれなアルバムであの空からの学校の写真とか写ってるやん、うんうんうん、これであの時代の流れを感じるっていうねあ、ま、昔ここ田んぼやったんやっていう今マンションなってあるけどだいぶ前の写真やからそう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 あれ文集とか書いてたお前卒業文集あ書いてたあれ何書いた将来の夢将来の夢とかじゃなかったな俺自分の6年間の思い出とかあの、うん、なんかハゲって呼ぶなみたいな書いてたとあ坊主ですっていうあお前もうちっちゃいから坊主やったんやあちょちょちょ元坊主みたいな感じだったかな、はあうん、ハゲじゃなくて元坊主ですみたいな内容を、はあ、あの400字ギチギチに書いてたもうつら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 恨み節書いてたんやいや昔でもそうよな小学生って坊主のことハゲって言うてそれめっちゃ嫌がるよなうんあ別に嫌ではなかったなんか怒ってたわ私の連れのやつも坊主のやつみんなにハゲって言われて、うん、あぶち切れてたわお母さんがするからや言ってやっぱ中学になって荒れてたわそいつちょっとヤンキーになってたわ、わしなあの一緒に遊んでた連れのやつが、うん、
ちょっと暴力的なやつやって、おあそいつがあのバンって蹴ってきて、友達って、うん、将来お前オリンピック選手一緒になろうやって言われて、俺嫌やけど分かったって言っていいよって言って文確か卒業文集オリンピック選手になるみたいな書いてるわ、何にもスポーツできへんのに今はどうなってるか分からんのか、そいつ、うん、そいつこの前そうあや Twitter で見っけたけど、あそう、うん、なんかそんなにパッと跳ねてなかったわ人生に悩んでたわ、まあ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 、まあうん、目指してたかどうかやったんやけど、そうまあ中学の時点では目指してなかった、うんうん、フォークシンガーみたいになってたあそうなんや、はあ、あ、あ、思い出した、俺小学校の卒業式完全に思い出したわ、なんやちょっとこれは分からんけど、うん、あの要はペットボトル爆弾っていうのをほん作って遊んでたんやみんなで、殺傷能力あんのそれは、ないと思ってたけど思いのほかある、ほんペットボトルにドライアイスを入れて水ちょっと入れて蓋して放置する、危ない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 、それを公園とかでやってて、ほんで、まあ、最後やし教室でやろうってなって、あ怖っ、でほんますごい爆発すんのよ、バジャーンってなる、バグワーンってなんねん、ほんで、ちゃんと天井に穴が開いて、すげえで、え、どうなったの、え、だからもう先生が駆けつける、何のだよ言って、何のだって駆けつけてくるから、うほんまに、漫画みたいに掃除箱に隠れてえ、逃げ切れた、それは他のやつ何人かおってんけど、そいつらみんな逃げて、俺掃除箱にやってもうたってどうしよう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 ってなって、まあ、結局捕まったけど、あ、捕まるのか、さすがに捕まるか、いや、なんか爆発してましたね、無理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 あれ、異常に楽しかったな、おーな、卒業式、卒なんかよくやっててん、で、はあはあ、卒業式の時に初めて、もう最後やからやったのかっていうやつな、あなかなか飛ばしたな絶対、ま、真似しないように、うん、先生のサプライズなんかないやろ、先生のサプライズはまあユニフォーム代やな、ユニフォーム代先生からだろあそうやな、先生からのサプライズやそれは、先生のサプライズはないな、ないよな、そんな学校あんのか、あそもそもわし GTO 的な学校、あ18年やったけど学生、うん、18年もやってないわあ、そうか、18年もやってないか、まあ、何年も13年か、うん、あ13年もないわ、12年か小中高やから6、3、3、12年、ああ一回もなかったの、その先生に何かをするって、何かをするはないな、なあないよな、先生ないな、ありがとうみたいな、うん、うん、別に思ってはいたけど、あ、まあ先生ありがとうとは思うけど、うん、何かにな、あ、うん、送る言葉みたいなのありました、先生から多分なんかいつも言うてるんで記憶に残ってないですねなんか言わはんねんな、ずっと、あ、うん、響いてはないんかな、あ、でも小6の時に先生、学校の先生があの教室のテレビ、うん、ちょっと今日使うわ言って、でビデオデッキもあったから、うん、ちょっと今日はこのビデオ見ます言って、うん、耳をすばせば流してさ、うんうん、みんなに見せられて、で終わった後に、うん、あなたたちは、中学になったらこういうのが始まりますっていうこれが青春ですって、何にもならんかった何にもならんかった、始まらんかったか、めちゃめちゃ芋臭い童貞の関係でっかいメガネして親に散髪してもらってる小学校の先生が、うん、卒業式で歌を歌う、うん、旅立ちの日にやったかな、あこのほらに今今のやつ、あの練習をするみたいなのがあって、うん、でみんな集まって練習して、うん、男子はこのパートみたいな、あるある、でやってて一人のちょっと怖い先生が、うん、ちょっと止まってはっきり言って、うん、下手くそって言われたのがめっちゃ傷ついた言わんでよく言わんで頑張ろうでな、なんでそんなん言うねんと思って、やっぱあれじゃ叩いて叩いて強くするタイプなんじゃないあまあそうか、そうなんじゃないあったな、歌とかも歌わされたな、うーんなあ、え、旅立ちの日に、旅立ちの日やった、俺ら旅立ちの日よな、中学が確かなあれやってん、川島愛の曲やった、あ、俺あれやわ、中学の時メタリカのセイントアンガーやったわ、みんなでみんなでセイントアンガー歌ってたわ、ほんまに、セイントアンガー言ってたわ
フェネハーフェネハーって言ってたよ合唱、うん、先生ドラム叩いてメタリカかメタリカやったね高校何歌ったっけ高校も旅立ちの日にじゃないやったっけ校歌歌ったよな多分高校の校歌なんて覚えてないんだそうねここで聞いてそうやわ、うん、あこんなんやったんやみたいな、うん、やったよな確か装置は覚えてたんやけど高校流さんかったもんな高校、うん、歌うことないなあここで多分初めて聞いたよ卒業式で校歌歌ったっけ歌ってない多分あ聞いてるだけ多分髪もうたけど知らんから誰も知らんから多分入学式と卒業式しか流れへんかったよ。あ、そうやな、うんうん。甲子園強なかったらそうなるよな。そうそう。悲しいよな。悲しい。あれ卒業式じゃないか。なんか黒板に、うん、真心集合みたいなの書いてた。ああ、あれは文化祭。あれ文化祭。あれ文化祭。あれ文化祭か。真心集合というのがあるんすよ。まあまあ、真心ね、向かいがジャパンでね向かいがジャパン朝行ったらゲボまみれみんなあそこでゲボ吐くから卒業式のあと何してたよな何したっけな前は卒業式前1週間前とかは、うん、みんなあの吉田とか、うんうん、周也とかと、うんうん、いやちょっと待ってくれっていうなんか喋ってちょっと待ってえ高校あんのほんまにえ嘘やろって言ったないやいやそんなことないってって言ってまたなんかわーって遊んであちょっと待ってやばえもう一回確認するけどここはのこれめっちゃやったなやってたよであいつだけ卒業できんかったそうやあいつだけあいつだけ通信して単位足らんかったえ俺中卒えあいつ単位足らんかったちゃんとあったね何してたよなまあ休みが終わったかなそう休み多かったやんすぐ終わったりとか、うん、もう授業ないから、うんうんうん、ようサッカーしてたねサッカーせんかった卒業式の後してないかなさすがにあじゃせんかったでせんかったんか機械科のやつが待ってたんよああそうそう俺らようお昼やってたんですよ機械科のやつらとサッカーやってて、うんうん、で卒業式の後確か俺らどっか行ってん遊びに行ったんかなで後から聞いたら、うん、機械科のやつがグラウンドでボール待ってた言うてえまだ今ももうおらんもうおらんもうおらんのかみんなもうお父さんお母さんなってるそうね俺らどこ行ったんやろなあの後どこ行った中尾は行ってるよなさすがに中尾は行ってるってことは VIP も行ってるやろ VIP まだあったなあったもんなゲーセンも行ってるわあそれは多分そうやわじゃあ中尾 VIP やで、三国書店行って本読んで三国書店で行って本読んでんのがで、蔦屋行って、DVD 見てえ、バリおもんないやん床は家具で、のウォーターベッドで寝るんやろちょバリおもんないっていつも通り過ぎるやんあーまあ中尾やな、多分中尾行ってんのか多分行ってると思うそうかうん卒業式の前なんか何してたやろな何してたマジでサッカーかでもサッカーはよしてたな時間あったもんなうん別に進学もせんし、うん、みんな暇やからそうやな、うん、あったね卒アル卒アル見返すいやだから俺ないねんてあそうか捨ててもらえないあんたお母さん捨てたやんお母さんに捨てられたもういらんやろじゃあもらった時点でいらんねん確かにな見えひんな卒アル見返すことないねたまにでもせや、うん、資料で送ってくれみたいなあるあるあるなんか舞台で使うとかで、うんやっぱ見直すとさ、うん、ほんま刑務所みたいやったな足も坊主やってで作業服着て、ね、砂場掘ってたりして、ね、下埋めてんのかって鋳造の砂で鋳造、うん、あとみんなずらーっと並んだ集合写真みたいななクラスの、うん、やっぱみんなちょっとちゃんとあかん顔してるもんなもうダメやんこいつらっていうあれはでもみんなそうなるんじゃんそうなんだいやいやあの写真まともなやついや違う花がなさすぎんねんってやっぱ工業高校の一番アホのクラスやったからそうかあやっぱキャピキャピしてなかったからあ、うん、3分の1は歯巻ききやったやろ高校生なのにあ不思議なもんでさカレーが好きやったからカレー好きやしね、鉄粉あ鉄粉浴びてるしあ、うん、そうやなこんなもんじゃないですかね、うん卒業生に一言どうも金属バットですお願いしますさあ、はいよ俺はさ、うん、もうどっからどう見ても漫才師やん漫才師よこの見た目はもう漫才師がありえんからね何の色もないやんあ漫才師ですわ何の色もないですよ、漫才師ってさ、うん、立ち仕事やん
まあ、ざっくり言うとね、いつも職場で立ってるからね、俺ら。もう立ち仕事の接客業やんか。ちょっとざっくり言い過ぎやな、お前。飲食のホールやなんやから、わしら。いや、もうきっつい仕事やん、これ。めちゃめちゃ楽よ、これ。いや、もう腰言わしまやん、こんなん。言わすかい。いや、それに比べてさ、コント師どもはさ。え？あいつらすぐ舞台に椅子持ってきて座りよるやろ。休みはちゃうであれお前で。コントして最悪さ、はあ、コント睡眠って言うたら寝てええんやろ。ウケへんけどなお前。おい、寝たかって誰が笑うねんなお前。あれ楽しとんねんあいつら。楽してへんよお前。楽から生まれる笑いはないのにさ。変な尖り方してるやんけお前。おい、楽してへんねん。楽してへんねんお前。してるやん。コント師さんって大変よ。そう、あの人ね、大きい荷物持ってお前走り回らんといかんねんから。ええ、そうよ。運送業やん。ざっくり言うなってお前。それはきついな。大変よ。わしらに要請すごい仕事よあれは。いや、まあコント師はまあわかるわ。はあ、問題はよ。何がいな。あの落語家どもおいお前、おい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 、あいつらさ、お前おい、舞台出てきてさ、 お客さん金払ってんやで。おそこにベーン座ってさ、おいちょっとお前、おい、大昔に誰かが作ったネタやで。おいちょお前、おいちょ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 いお前、おいおいお前、おい蹴ったろか。おい蹴んなお前、おい、お前な、うん、落語家はな、うん、あれちょっと舐めとんな、あれは。あれはちょっと舐めてんな。舐めてんねん、そうやねん。結局舐めてん。あのな、あの座んのは構えへんねや。あ、そう。あ、せやかてない。ネタ中さ、熱なったか知らんけど、急にジャンバー脱ぐやろ、あの人ら。落語家のアウターのことジャンバー言うの。アウター言うてんのかいな、お前。熱いんやったら着てくなよな、あんなもん。あれ、楽しとんねん、あいつ。楽はな、してへんねんで。楽から生まれる笑いはないのに。やめよ、お前もそれ。その尖り方用ないぞ、お前。落語家さんは楽なんかしてへんねん。楽やん、あんな。してへんよ、お前。だって落語家ってさ、座って喋るだけやで。ざっくり言うなって。あのテレアポや。テレアポ言うな、お前。それに比べてお前、俺ら漫才師はさ、立ち続けなあかんねん。基本立ちですからね。仕事内容がもう縄文杉と一緒。何と一緒にしてんねんお前。おい、一緒全然ちゃうわお前。縄文杉してる。何あいつ、あれやで、うん、4桁年生きて、うん、ボケゼロやなあいつ。いやいや、ボケあるわあいつ。ないわお前、何年生きてんねんってボケあんねん。ボケちゃうねん、あれあれ、おもろいから長生きしてんちゃうねんお前。そうよあんた。いや、きつさは一緒やって。全然ちゃうよお前。だって漫才師ってさ、腰曲がったらでけへんねんで。できんねやお前。いや、これどうやってさ、これで。お前知らんのんけ。おい、えお前、いとこい先生知らんのんけ。いとしこい師匠知ってるっしょ。知ってるよ。あの人らお前後半腰ベコレ倒して、お前二丁のピストルみたいなやつやんね、お前。師匠をピストルに例えんなお前。犯人、犯人な。あれはバールや、釘抜きみたいに言うなお前。もうちゃうがな、あない腰ベコったかって。お前漫才して爆笑取れんねん、生き長い仕事よ。いや、俺もう腰は曲がりたくないんよ。かまへんがな、曲がったかって。だからさ、もう完全に腰曲がりきる前にさ、はあ、もう漫才師なんかやめてもうてさ、えジャンバー着てテレアポする仕事しようぜ。ざっくり言うなってお前。落語家さんって言えよお前。落語家そうよ。ないのお前、ジャンバー着てテレアポするって、うん、青空テレアポやなかんなもんお前。青空テレアポってない。ええから、それはかまへんがな。ええねん、ええねんお前。何そうよお前。であれよ、落語ってバリムズンよ。え、簡単やんな。おできんのかいな。誰でもできる。おもろいなお前。ほなそば食うてみんや。そばぐらい食うたんや。おやるやるよお前。ほら見てみよお前、シェイク飲んでろてやないか。シェイク飲んでろて、シェイク飲んでろてお前。江戸にシェイクがあるか言って画面バチンかねんだよあんた。顔だけはいかれたくない。顔だけ顔面でしょ。俺は顔だけで勝負してるからな。そうだよ、僕たちってワーキャー系漫才師なんだもんね、うん、まあワーキャッチのは悲鳴の方でっけどな。青空テレアポってね。構えへんがな、それは。映画な、わしの傷口で遊ぶなお前。何やったあれ。で大変よお前、ラゴさんってあれ座ってる言うたかて、うん、あの人ら正座よ。あ、正座してんのあれ。上何してる思た。掘りごたつや思てた。床えぐれてないねお前。そうよ。あ、そう。ああ、でお前あれよ、ラゴカさんって、うん、あれ大昔に誰かが作ったアリネタで、うん、大爆笑取らなかんねん。大爆笑取らなかんねん。そうよ。いや、お笑い芸人やないんやから。お笑い芸人なんじゃあれが。おい、お笑い芸人しそうじゃあれが。そうなん。そうよお前、何や思っててん。日本の宝やと思ってた。遅いぞ今さら。おい、嘘つけお前。マジで思ってた。お前テレアポイ打てないでお前。いや、これほんまマジで思ってた。嘘つけってお前。おい、すごい崇高な仕事やねん。わしらには容赦んよ。そうか。ああ、じゃあやっぱ漫才師の方がええか。漫才師この世で一番楽よ。でも俺どうしても座りたいよな。あんた漫才師は立ち仕事、座ることはできまへんで。ほな、こうしまひょ。おい、なんでか。今後は漫才に腰を据えることにいたします。ういうい、終わってよろしいんちゃいまっかの。いや、こんな時にさ、はいはいはい、なんか特技の一つでもあったらさ、はい、パーッと盛り上げれる思うんやけどさ。まあ僕はんといけるわな。なんかお前特技ある？わし、うん、わしね、旗揚げゲームが得意やねんけどさ。旗揚げゲーム？あれ間違えたことあらへんねんけど。じゃあちょっとやってみようか。え、赤上げて。ちょっと待て待て待て、お前、おい、待たんごよ。え、わし今旗持ってへんねんから。え、赤上げて言われて、待て、どっちの手上げてかわからんから。それはお前、赤言うてんやからさ。はぁ、あ、左やろ。思想強っ。どうも、金属バットでーす。おはよう。いやー、あのさ、はいはい、あのじゃんけんってあるやんか。じゃんけんな。
俺あれのルールをあんま覚えてなくてさ。嘘やろお前。そうなんよ。そんなやつおんねよ。そうやね。で一回やったら思い出せそうやねんな。まあな、やりゃ思い出せやろな。だからちょっとやってもらっていい？ああかまへんよ。あいい？あやってみよう。じゃあ俺ヒポグリフで行くから。え？お前湯葉の民で行ってでフィールドは風の街で時刻は夜で行こうか。で間違ってた止めてな。今やなほなおい。え？あそうか。うん。湯葉の民に夜は不利か。お前じゃんけんやったことあんのかお前。え？全然ちゃうやんけお前。え違う？マジックザギャザリングちゃうんけ今の。あれ？こんなんじゃないんか。え、ちょっと待ってお前、今までさ、うん、生きてきて、うん、じゃんけんせなあかんタイミングあるやん。あったな。ああいう時どうしてたん？そういう時大体殴ってたな。手出したかんねんあんた。いや話早いからさ。話早いけど芝居たかんがな。あそうか。え、ちょっと待ってお前。え？じゃんけんぽん。このイントロ知らん？あー、聞いたことあるわ。ピンときた？はい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 。旧約の方やな。新約もないねあれ。はいはいはい。やってみようじゃあ。できる？いけるいける。やってみようか。うん。行くで。うん。じゃんけんぽん。何時に光があらんことを。いざ行かん。バイキングロードの上。負けか。何起きて今おい。え？DVD 入れ替えた今。あれ違う。ちょあれ？ほんまにしてるお前。えどんな？え、グーチョキパーのさ。あグーチョキパーのやつか。知ってる？あ知ってる知ってる。あ恥ずかしい俺。全然ちゃうゲームやってた。しゃあなお前。俺ソリティアやってたわ。ソリティアもこんなんちゃうねお前。え？できるほんまに。じゃああれか。何？幸運の妖精チリムとチェリムはいらんねんなこれ。あんた肩なんか乗ってたんかいな。じゃあそのジェファーソン君の言うルールでやろう。わし友やすやろ。ちょっと待って。マダガルザウルス生まれてもうた。ラリってんのかお前。おい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 お前ちょっと尿検査行けってお前。いやいけるいける。おしっこ見てもらいてあんた。やろやろ。できるお前。大丈夫大丈夫。あれやろ。何？グーがチョキに勝つやつやろ。あしゃあねしゃあねしゃあね。いけるいける。いける？やってみよう。やってみようか。うん。いくで。うん。じゃんけんポン。ういグーわしの勝ちですわ。いやなんで湯葉の民がグー出せんねん。もうええわ。ええことあるかお前。おい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 。何やねん湯葉の民ってずっとお前。何ちょっと一回行ってこいって一回。おしっこ見てもらおう。はいはいはい、お殴ります。あ、手出したかん、手出したかんねん。手出したかんねん、ほんまに怖い。やっちゃで、いやいや。ねえ、いや。お疲れした。あのさ。はい。俺は見ての通りさ。うん。低所得者やんか。もう見たまんまや、ほんまに。ね。そんな中さ。うん。俺もうコツ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 頑張ってさ。うん。この前ついに100万円貯めたんよ。うわ、あんた偉いコツコツしたね。コツコツした、ね、頑張ったなお前。でもいっぱい頑張ったからさ、ああちょっとパーッと使ってまうかな思って。いや、お前気持ちのいい青年やね。うん、やろ？おお、大したもんやな。ちょっと何に使おうかな思ってんのよ。100万。うん。100万ありゃもう何でもできるよお前。うん。何でも2回ずつできんじゃんか。2回ずつできる。おお。すげえな。ちょっとまあいろいろ考えてんけど、うん。まずあの家のトイレよな。は？あれをちょっと、ウォシュレットにしようかな。なんで便器やねん、お前、おい。いらんのんじゃ、便器なんか、お前。やっぱりさ、自分のお尻のこと考えた時に。考えんな、ケツのことなんか。怪我してからで遅いんや。怪我なんかしゃんのんじゃ、便所で。便器なんかいらんやろ、お前。あ、そう？おう。いや、でも心配せんでもあれやで。なんじゃい。俺、この100万円は、自分の力だけで貯めれたお金じゃないと思ってんのよ。どういうことよ。それはもちろんさ、お前にも応援されてさ、うん、貯めれた部分もあるし。うん、多分そうやな。俺やな。うん、で、もう今聞いてるな。応援してくれてる視聴者の人にも。関係ないな。関係ない。応援があるから、関係ないな。っていうとこもあるから。俺の金ちゃうか、それ。俺の力で貯めた金ちゃうか。いや、お前にもだからちょっと還元せなな、思ってんの。うん。だからお前にもさ、うん、ちょっとウォシュレットおごってあげる。便器なんかいらんねや、お前、おい。いらんのんじゃ、便器なんか。やっぱお前のさ、お尻のこと考えて。考えんな、わしのケツなんか、お前。怪我してからで遅い。怪我しゃんのんじゃ、便所で、お前。酒と肉おごれよ。いらんのんじゃ、便器なんか、お前。あ、そう？もったいない、うすな、お前。え？そんなせっかく貯めた100万円、お前。うん。水流せなくすなよ。あれ？うまいこと言ってる？うん。うまいこと言ってる。お前な、え？そのミスしても、うん、誰も、あんたのケツは、拭いてくれまへんで。ああ、うまいこと言うとるね、これ。そうか。カップでヤクルト。なんでか、それ、あんた。あ、うまいもん言う時間じゃない。ちゃうねん、お前、おい。ちゃうねん。ちゃうねん。確かに、めちゃめちゃ美味しいけど。うん。大満ねん、あんた。うん。もったいないことしなはんな、言うてんねん。せやで、お前。お前、大の男が100万円貯めたらもう買うもん決まったんねん、お前。え、決まってんの？そうよ、あんた。男が100万貯めたら、車を買うねん。あ、車な？そう。車確かに欲しい。じゃろ、うん、男は車、女はタンス決まってんねん、昔から。タンスない？そうよ、お前。そうだよ。嫁はん行くときいんねんから。あ、そうそうよ、あんた。確かに車は欲しいな。じゃろ、でもやっぱな、オシュレットも欲しいよな。なんやねん、お前は。怪我が怖いな。怪我しやんねん。どないしババしてんねん、お前。な、あれしようわ。なんでか。こうしよう。何がいいな。俺、とりあえずウォシュレット買うわ。買うんかい。で、それにタイヤつけて車みたいにするわ。何やそれ。明日。
僕らちょっと金属バットと言いまして、ね。知ってはるんかな、みんなね。うん。いやいや。あのさ、うい。俺、この前さ、うん。鶴が罠にかかってたから、ほう。助けてあげたよな。ほう。ほんなその日の晩にさ、ほう。知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え？私がいいと言うまで、絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけ、お前。鶴の恩返しやんけ。って言うて、ほう。ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうの、お前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。で、そっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねん、お前。たまらんねん。たまらんなぁ。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ？そうなんよ。なぁ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい、邪魔やなぁ。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけ。ほんまやで。なぁ。だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やなぁ。だからこの前さ、はあ、川へ洗濯行ってさ。追い出せや、もう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、その横で亀がいじめられてる。どこ住んでんねんお前。あれお前住所大阪府大滝の国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ。うわワニガメいじめとんの。あ、駆除やそれ。え駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた送られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。もうこれ以上俺ら役所怒らしたかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ、桃。いや、桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃ、お前、おい。で、俺、とぼとぼ帰ってたらさ、ほう地面から、ほう光る竹が生えてて、えで、その横で亀がいじめられて。亀ええわ、お前、もう。ワニガメっしょなんかな、オレンジの鉢巻き巻いて、ヌンチャク振りましてた。俺、タートルズやないか、ほら、お前。あれ、外来種やけど。あ、そう液状やから。あ、液状持ってたんや。竹竹な。で、竹割ったらさ、中からガキ出てるな。おい、言葉って悪いよ。あ、そう。ちゃんと言って、ちゃんと。非納税者で。あ、ちゃんと言い過ぎや、お前。ちゃんと言い過ぎ。で、こう割れるかな思って頑張ってねじってたんや。割れまへんで、あれ硬いんやから。ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、うん、光らんくなってんな。お願いします。